どうも、ケイスケです。いやー、もったいない。あのですね、僕のチャンネルはですね、カメラに興味ある人もそうだし、ガジェットに興味ある人もそうだし、旅に興味ある人もそうだし、あとは動画編集に興味ある人も見に来てくれてるんですよね。で、動画編集のことについてもいっぱい聞かれるんですけども、あのいろんなやっぱあのパターンの動画とか動画編集者の方とか見ていて、うわ、もったいないなと。うわ、そっかそっか、確かにそうだよねと。僕もこうやってましたって、もそれめちゃめちゃ効率悪いよっていうのがね、結構いろいろあったりします。せっかくいろんなねセンスとかあったりとかするのに、なんかこうね生かしきれないとか、それはねあの本当にもったいないので、今日はですね、よくある本当に間違いっていうか、こうすればいいのにっていうのを僕があの共通点としてバッと持ってきて集めました。まあ、元々僕もね動画編集始めた時はあのこういうことしちゃってたなというポイントを4つ5つぐらいに分けてね、ちょっとご紹介していきますので、あのもちろん一個一個解決策も用意しておきますので、ぜひ参考にしていてください。早速行ってみましょう。でも早速ね、あのそのポイントまとめてきましたので4つご紹介しておきます。あのそれぞれ細かくご紹介していくんで、あ、自分当てはまってそうだと思ったらもうぜひ全部見ていってください。まず1つ目、ゼロから自分でやろうとしちゃうこと、これ1個間違いです。2つ目、ソフト選びですね。ソフト選びを間違えちゃうこと、これはちゃんと、どういう動画にどういうソフトが適してるかっていうのがちゃんと決まってます。3つ目、PC のスペックと素材のデータ量が合ってないこと、これちゃんと解決策があります。4つ目、ショートカットキーを使わないことで、最後5つ目はちょっと僕の個人的なアドバイスなんですけども、マウスをぜひ使ってくれというアドバイスでございます。早速4つプラスアルファ合計5つご紹介していきましょう。まず1つ目、ゼロから自分でやろうとしちゃうところ、これねもったいないです、マジで。あのね、わかります。例えばテロップとかアニメーション、トランジションとかいろんなエフェクトとかありますよね。それをどうやって作るかわかんないから、例えば、YouTube とかでプレミアトランジションやり方とかね、そうやって作ったりしますよね。それもねもちろん悪くはないです。ただ毎回毎回ね、新しいトランジションとか新しいアニメーションにゼロからチャレンジしてたらそれは厳しいっすよね。なのでもちろんプレミアファイナルカットプロ、ダビンチリゾルブ、いろんな僕編集ソフト使ってますけども、それぞれの動画編集ソフトだけで完結するものもあれば、外からこういうエフェクト、こういうプラグイン使えるよっていうプラグインの素材を持ってきて適用することってもできるんですね。で、いろんなプロの方もいらっしゃいますけども、基本的には外のものを持ってきて使っていることも本当に多いです。時短になります、圧倒的に。なのでもうとにかく言いたいことは、ゼロからやろうとせず、ちゃんと時短できる部分は時短しようよって話です。で、じゃあどういうサイトから撮ってきたらいいのっていう話をしておくとですね、はい、まずこのサイトですね、モーション VFX というサイトを使っています。これはあのプレミアプロもダヴィンチリゾルブもファイナルカットプロも、まあ、そういう主要のですね動画編集ソフトに対応しています。で、僕はよく使うのはファイナルカットプロのプラグインで、まあ、例えばこういうねテロップとかもそうだし、ポインターとかそういうのもいろいろこのねモーション VFX の中から買ってダウンロードすることができます。特におすすめのところで言うと、例えばテロップとかは、はい、こちらですね、 M ローワーズバーとかですね。このローワーズバーっていうのが要はタイトルアニメーションみたいなもんで、結構クオリティの高いタイトルアニメーションがついています。結構これはおすすめかな。僕もこれ使って、アニメーションを作っています。あと僕これは使ってないんですけども、この MKBHD とか、海外の YouTuber さんの、まあ、プリセットっていうのかな、いろんなアニメーションとかも、あ、背景とか、そういうのが全部まとまってんだ。これいいな、買っちゃおうかな。で、大体ですね、これは MKBHD の場合は99ドルなので、まあ、13,000〜14,000ぐらいかな、だと思いますので、ぜひね、買ってみてください。ちなみに僕の買ってるので言うと、こういうアニメーションのやつとか、M トラッカーってやつとか、M フィーチャーズとか、そういうのも全部買っています。この辺もね、あの概要欄に貼っておくので、ぜひ気になるものがあればチェックしてみてください。コールアウトとかもね、結構便利なので使えるかなと思います。まあ、これ僕ファイナルカットプロで買ってますけども、ダヴィンチリゾルブ用のもあるし、プレミアプロ用のもあるので、ぜひ自分の使ってる編集ソフトに合わせて使ってみてください。まあ、っていう感じで、僕も普段の YouTube とか普段の動画撮影の時には、こういう素材使っているので、ぜひですね、素材使ってみてください。ということで1つ目は、ゼロから自分でやりきっちゃうという間違いでした。2つ目、よくやりがちな失敗が、ソフト選びを間違えることですね。まあ、ソフト選び間違えるっていうか、それぞれ合ってるもの合わないものっていうのがまああるので、極論どれ使ってもいいはいいんですけども、僕の中でちゃんとね、最近は区分けがあります。
で、まあ、世の中にはいろんな動画編集ソフトがあって、スマホでできるキャップカットか、あとはパソコンでできるなんだっけあれフィモーラかとか、あとはよく言われる王道のプレミアプロ、ファイナルカットプロ、あとダヴィンチリゾルブかの3つとあります。で、僕がやっぱおすすめしてるのは自由度と仕事の観点からも、プレミアプロかファイナルカットプロかダヴィンチリゾルブ、この3つを使うことをおすすめします。まあもう自分の YouTube だけとかだったらね、まあキャップカットとかフィモーラとかでもいいと思うんですけども、まあ今後のことを考えた時にいろんな動画編集受け負うよとか、そういうパターンも考えると、さっき言った、3つがいいかなと思います。で、僕このね3つ全部使ってるんですけども、この3つの動画編集の自由度に関してはほぼほぼ一緒ぐらいと思ってもらって構わないと思います。なんか違うところはそんなに、なんか CG やりたいとかそこまでにならなければ基本的には同じ動画編集ができるという感じで捉えてもらえれば嬉しいんですけども、ただそれぞれ特徴はあります。で、僕の中の本当に使ってみた肌感で特徴をご紹介すると、プレミアプロは、アニメーションアフターエフェクツの連携とかで使うときに僕は使います。そういうのが得意な編集ソフトだと思っていて、ダヴィンチリゾルブに関してはもともとやっぱカラーグレーディングのソフトなので、色編集するのにはやっぱダヴィンチリゾルブが一番いいなと思います。で、ファイナルカットプロに関してはもう圧倒的時短、もうこの3つ使ってみた中で一番動作も早いし、かつアニメーションも他のところから入れていくと豊富だし、あとは Mac 純正のねアプリとかもいろいろ使えるんで、時短をするんなら絶対ファイナルカットプロだと思います。そのぐらいね、あのファイナルカットプロっていうのは時短できるし、僕が同じ動画作るってなった時にプレミアプロだったら多分2時間かかるなっていうやつも、多分ファイナルカットプロだったら40分とかその辺で終わっちゃいます。ってぐらいファイナルカットプロはね時短ができるソフトだと思いますので、ぜひですね、前あの時短テックの動画とかも出したんで、こちら見ながら、ファイナルカットプロとかも試してみてください。あのもちろん、じゃあファイナルカットプロじゃないとダメかって言われればそうではないんですけども、ただそれぞれのね特徴っていうのをさっきご紹介した通りなので、その特徴を踏まえた上で自分に合った編集ソフトっていうのをぜひ選んでみてください。ということで、やりがちな失敗2つ目がソフト選びを間違えちゃうということでした。ケイスケの動画で、お次よくある失敗3つ目がですね、 PC のスペックと素材の重さが合ってないということです。多分ね経験あると思うんですけども、まあ、カメラとかだったらなるべくいい画質で撮りたいから 4K とかで撮っちゃうと、しかも 4K の最近だと 10bit っていうね、色情報がすごい多いデータでね撮っちゃったりするんですけども、それを例えば、まあ、僕これあの M2 MacBook Air なので、まあ、そこそこ編集はできるんですけども、例えばちょっと前の MacBook Air とかで編集しようとすると、まあ固まるわけですよね。さっきのあの Final Cut Pro とか言ってもちょっと固まったりしますということで、まあ気持ちはめちゃめちゃわかるんですけども、PC のスペックがある程度低いのであれば、やっぱりある程度画質を落としてフル HD とかに落として編集することをお勧めします。で、これが、まあ、企業さんから依頼されても 4K じゃないとダメですとか、あとは自分でも絶対に画質だけは妥協できないんですという場合には、あのちゃんとそれ用の方法があって、プロ棋士という方法があります。で、このプロ棋士っていう存在を知らない方も多いかもしれないんですけども、要は 4K のファイル最終的に書き出したいです。 4K のファイル最終的に書き出したいんですけども、 4K で編集すると重たいよね。なので 4K の代わりにフル HD とかもっと画質落としたファイルっていうのを代わりに用意してあげて、で、そのファイルで編集してあげて、最後の書き出し時にこう 4K とすり替えて 4K で書き出してあげると、そういうような編集をするのをプロ棋士編集と言ったりします。で、そのプロ棋士に関してはもうどの編集ソフトでも作れます。例えばプレミアプロでもそうだし、ダヴィンチリゾルブでもそうなんですけども、素材を選択してあげてプロ棋士を作るとやってあげれば勝手にプロ棋士が生成されます。ファイナルカットプロの場合はバックグラウンドレンタリングって言って、まあ、かなり容量を食っちゃうんですけども、最初からこうね最適化されたプロ棋士ファイルみたいなのを作ってくれてるので、もうほぼ初期状態で適用されちゃってるみたいな感じなんですけども、ダヴィンチリゾルブとプレミアプロに関してはそういう風に自分で個別に作ってあげなきゃいけないので、そこだけご注意ください。ちなみにファイナルカットプロに関しては僕はあのプロ棋士作らなくてもサクサクです、まあ、そのぐらいファイナルカットプロは早いんですけども、まあ、とはいえプロ棋士作らないといけないシーンもあったりすると思うので、ぜひこのプロ棋士っていう存在を理解して使ってあげてください。ということで、よくある間違い3つ目は PC のスペックとデータの素材の量が合ってないというところでした。で、そしてよくある間違い4つ目がショートカットキーを使わないってやつなんですけども、
ちゃんと使ってますか？ショートカットキーは絶対に使った方がいい。例えばなんですけども、マウスでね、ポチポチクリックして、ここでカットとか、ここで、動画の素材を撮るとか、そういうのってめちゃくちゃ面倒なので、絶対にショートカットキーっていうのは、最初に設定すべき項目の一つだと僕は思ってます。で、じゃあ、主にどういうショートカットキーを、保存していけばいいのという話なんですけども、基本的には素材のカット。素材のカットと、あとは、こう詰めるっていう作業ですね。これがまず一個一個やってあげなきゃいけないよっていうのは一つ。あとは拡大縮小っていうのも別途設定してあげる必要があります。例えば僕のファイナルカットプロとかダヴィンチリゾルブの話で言うと、まあ例えばファイナルカットプロでいいか、の話をするとですね、はい、こんな感じでですね、1番にズームインが設定されて、2番にはズームアウトが設定されています。そしてこの辺ですね、 D のボタンにブレード、要は素材のカットですね、が設定されていて、 F でトリム終了点と、このライン以降の動画を全部カットするみたいな、そういうショートカットを入れています。で、 S は逆ですね、このポインター以前の動画を全部カットするみたいなっていう感じのを入れています。まあ僕そんなにショートカットを細かく置いているタイプではないので、このぐらいではあるんですけども、自分でよく使う項目っていうのをちゃんとね、自分の使いやすい場所のキーボードに入れてあげると、まあ、それだけでかなり作業が効率化されると思いますので、ぜひショートカットキーは入れてみてください。ということで、よくある間違い4つ目がショートカットキーを使わないということでした。で、ラスト5つ目がですね、それにまあ付随してみたいな話なんですけども、ショートカットキー使ったらぜひですね、マウスも使ってほしいんですね。僕は Windows でも MacBook でもこのね MX Ergo というマウスを使ってます。これめちゃめちゃおすすめ。MX Ergo 何がいいかっていうと、このですね、いや場所、こっからマウスの手を動かさなくていいんですよ。なので僕ね、毎日動画編集するんですけども、こっから動かさなくていいので、腱鞘炎とかになったことないです、はい、ここが痛くなったことないですし、プラスしてこう MX Ergo を見てもらったら分かるんですけども、こういうね細かいところにボタンがいっぱいあります。 1,2,3,4,5 とか、5つぐらいボタンがあるんですけども、このそれぞれのボタンにさっきのショートカットキーっていうのを埋め込めます。なので僕の場合はこのねマウスのホイールを左側に倒すと素材がカットされて、右側に倒すとその素材が消えるみたいな感じのショートカットを入れています。まあ、そうやってキーボードショートカットを設定するだけじゃなくて、そのキーボードショートカットにさらにマウスを紐付けてあげると、もう手を動かさずにここだけで動画編集がずっとできちゃうので、もうぜひこのマウスは手に入れてほしいなと思います。いろんなマウス使ったけど、このトラックボール型、慣れるまでちょびっと時間かかるんですけども、マジでこの MX Ergo はおすすめなので、ぜひ使ってみてください。ということで5つ目、まあ、これはよくある間違いではないんですけども、まあ、マウスを使わないと、ぜひ使ってくださいという話でした。ケイスケの動画、はい、ということで5つ紹介してきました。いかがでしょうか。本当にこの5つ、もし最初から僕が動画編集始める前に知ってたら、もうめちゃくちゃ時短できたと思います。タイトルにもある通り、10倍は全然優に超えるぐらい時短できていたと思いますので、今ご紹介した5項目当てはまってるものが1つでもあれば、ぜひね見直していただければ、きっと動画編集早くなると思います。まあこういうね間違いっていう話をしたんですけども、こういうのって、まあ、気づかないというか、調べ方もあんまりわからないポイントだと思いますので、ぜひこの動画定期的に保存してみていただければと思いますし、もし動画編集に困っている方がいたら、この動画そっと教えてあげてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、そう、最近の話なんですけども、ほくろ取りました。そしてしばらくテープ貼ったんですけども、もうテープ取れて今2週間ぐらいかな経ってます。いかがでしょうか。ほくろ試しに取ったんですけど、だいたい2万ぐらいかかったな。なんか僕この辺のほくろも取りたいんですけどもね、1個2万って考えると、あと2,2,2,6万かね、高いですよね。しかもこのほくろのところに注射打たれるのが本当に嫌で、もうこの1個だけで諦めると思います。何の話？